広島市東区で工事が進む広島高速5号、双葉山トンネルの掘削工事がまた止まってしまいました。工期を過ぎても工事は予定の6割にも達せず、追加費用をめぐり対立が起きるなど、行方は不透明です。今月7日から工事が止まったままの広島高速5号、双葉山トンネルの掘削工事。掘削機の刃が破損した可能性があるとされます。 広島高速5号線は JR 広島駅北口と広島都市高速のぬくしなジャンクションを結びます。その区間にある双葉山トンネルは全長1.4キロに及びます。掘削工事の開始は2017年3月末。総事業費はおよそ300億円に達し、そのうち掘削に200億円余りを当てています。その掘削の工期は 今月12日までの予定でしたが機械のトラブルなどが相次いだことなどでこれまでに60回以上停止工事の進捗率は6割にもなりません県と広島市が出資する発注元の校舎は 全国的にもですね、まあ事例がない工事を行っております。まあ地盤沈下がないようにという方法を採用していると、まあ慎重にやっているという中で、まあこういった当初の想定のですね、まあ工期内に収まらなかったというまあ状況になっていると。工事費用をめぐっては当初の契約を87億円も増額する異例の事態に追い込まれました。契約金額の見直しに際しましては。 当初の契約に立ち戻り、税務の見積もり、まあ全体300億ですが、可能な限りの精査検証を行っていったところでございます。まあ本来必要な当初に当たっては必要な適正金額であることをご理解いただきますよう、重ねてお願いします。その責任を取り、当時の広島高速道路公社の理事長が辞任しました。一方、地盤沈下の恐れがあるとして。 工事内容の変更を求める声も地元住民から上がりました工期が過ぎたにもかかわらず全体の半分程度にとどまる掘削作業今月11日大林組など受注業者3社は後者に対して審査会に調停を申請する方針を伝えました工期延長や追加費用の負担などについて双方が協議してきましたが合意に至らなかったための対応です この連絡を受け、後者は契約当事者というのは、あの後者と JV さんになりますので、最終的にはそこで確認ということになろうと思いますが、何その第三者的にあの意見をいただけるというのは、あの非常に両者が納得する上でで、すねあの必要なんだろうと思っており、ます。何よりも透明性と公平性を確保していきたいと。受注業者側は、調停の申請に向けて、準備を進めているとする一方、 具体的な内容については、現段階では答えられないとしています。繰り返される工事の停止と工期の延長。現状では追加でかかる費用の負担先が決まらないまま工事が進められることになります。